さんをよくご存知の方たくさんいるようですから、簡単に、very familiar to you all, but briefly, let me introduce him. トムソンさんは、まあ、現在のダウジョンズ社、まあ、ウォールストリートジャーナルのダウジョンズ社には2007年に入社されて、8年、08年、5月から現在の、まあ、編集局長となっております。From May 2008, he is in the current position. その前は、Before that, 最初はオーストラリアの、in the beginning, he was with the Australian paper, the Herald.イギリスのファイナンシャルタイムズ、and the British Financial Times. He was a correspondent of the paper in Beijing, and also in Tokyo. He was a correspondent from 1989 to 1994. And during that time, he reported the China's economic and social reform and growth, and Japan's bubble economy and bursting. And also Tiananmen Square incident was reported by him as well. And he became the U.S. editor of the FT and expanded the readership in the country. And before he joined Dow Jones, he was with the Times of London as an editor, and he presided over a significant expansion of its readership in print and on the web. He is from Australia, southern Australia, Toowoomba. Sorry, maybe I didn't pronounce it correctly. ちょうど直前がオーストラリアのプライムミニスターの記者会見だったんですけども、just before this, we had a prime minister, Australian Prime Minister's press conference, and again we have somebody from Australia for this session. Earlier, he wrote an autograph in the signature book, and the next page of the Prime Minister's letters page actually. Though the time is limited, but in the beginning, 15 to 20 minutes, he's going to speak. And then we'd like to open the floor for questions with you. Let me introduce myself, Aida of Kyodo. I will be serving as a moderator. Now I would like to invite Mr. Thompson. Thank you all. どうも皆様ありがとうございます。Aida of Kyodo. もう本当に。もう本当に特にこの大震災がございまして、我々の心は皆様方と共にあります。まあ、最初はちょっとユーモアで冗談で話を始めた方がいいというふうに言われておりますの でたくさんジャーナリストの方にお集まりいただいておりますので、少しジャーナリストのジョークから始めてみたいというふうに思います。特に英語においてはあんまり丁寧なジャーナリストについてのジョークはないんですね。いつもこき下ろすようなジョークが多いんです。でアメリカにおいてはどんなジョークは全て危険ということになってしまうんですね。いたずらに口にしてしまうと、ただかなりリスクを取ってジョークを言いたいというふうに思います。銀行と銀行家とロイヤーとジャーナリストがいました。三人三様、世界が作られた後最初に生まれた職業は何だろうって言ってたんです。銀行家が言いました。横柄に、銀行家に決まってるじゃないかと、これが世界最初の仕事だと。なぜかというと、銀行家っていうのがお金を出して最初に秩序と調和を地球にうまみ出したんだっていうふうに言ったわけです、原始スープから。それからこの弁護士は銀行家を見て言いました。そんなことないよと、全然違う、そんなの嘘だと。世界最初の職業っていうのは弁護士に決まってるじゃないかと。なんでかっていうと、弁護士が初めてこのカオスから開発をするために、まず開発するための証明書許可を取ったのは弁護士、その後お金を出したのは銀行家だって言ったわけで、そしたらジャーナリストが言いました。2人を眺めて、ちょっとおかしいよっていう顔をしてたんですね。全然2人とも間違えてるよと。ジャーナリストが一番最初の世界の仕事に決まってるじゃないか、誰がカオスを作ったと思うって言ったわけです。つまり、まあ、本日はあんまりカオスを私から起こしたくはないと思いますけれども、混沌状況を、でも今後の未来が少し絡むということであり、私の人生の中で5年間日本に赴任したという経験もございましたので、で
数日前に海南島の防波島のフォーラムに行ってたんですね。そしてメドベージェフ大統領とかルーサブラジル新大統領とか胡錦涛さんですとか南アのズマさんですとかまたスペインのサパテロ首相もいらしていた会合だったんです。あんまり合意の一致はなかったんですね。意見は分かれていた。しかしながら公にはもう日本に対してとても憂慮しております、日本の国民の方心配しておりますと言ってました。三重苦が今日本を背負っているわけです。これは人間の悲劇だというふうに言われております。これは単に単一の国を襲っただけなではない、もう本当に心よりのお見舞い億万おみの気持ちを世界の人が持っているわけです。ですからこれは別に部品の話でもないし、グローバルサプライチェーンが既存したという話ではなく、文化的な出来事であったとも言えるわけです。私韓国の大きなメディア会社、これナンバーワンの会社なんですけれども、その長と話しておりました。大きな悲劇が起こると韓国にとっては学習のいい機会になるんですよと言ってました。ちょっと、浮かれ気味に聞こえるかもしれませんけれども、日本とこの韓国っていうのはかなり悩ましい過去を持ってますよね。ちょっと相入れることができないようなということで、シンパシーの念よりは敵意の念がもしかしたら韓国は日本に対して大きく持っているのかもしれない。しかしながらもう本当に真の意味で心から溢れ出た韓国の人たちが20代30代の若者からの同情の念が強かったわけです。日本の文化に詳しい人たちで育った人だったからです。だから今回の悲劇を見て旧世代の韓国人は大いに学んだというふうに言ってました。こんなに大規模な運動につながったと、韓国の人たちが以前に比べて昔の社会とは違うんだ、進化することができたんだということを分かったと。だからこれは世界的に大きな影響を持った事象であったということです。今回三重の悲劇が襲っている、これによってグローバルなマスコミが私が赴任していた後撤退していたわけですよね。一つのこの新聞社が福島の現地取材って銘打ってたんですけれども、よく見たら記事は香港から送られていたんですね。それでどうやって現場離れて本格的に報道できることができるのかなと思ったんですけれども、いずれにしてもこの西側のメディア組織っていうのがこの間ずっと日本の関心を失っていたんです。まあ理由は明らかかもしれない、お金の問題です。クリスチャンサイエンスモニターの方はスタッフコレスポンダントということでアジアに置いてるんですね。私がこの北京と東京特派員の頃はそうだった、ちゃんと人を置いていた。でも今もう新聞社自体なくなっちゃったんです。だからいやおうなしに特派員なんか置きようがないっていう状態になっていると。まあ他の西側のマスメディアのカンパニーっていうのはいくつか選択肢があると、で私に言わせると間違った選択してると思うんですね。日本っていうのは真の意味でとても重要な国であるんです。今も別に悲劇が起こったから日本に巣は行けという話ではない、常時重要なテーマであるということです。ガーデンについて言いたくはないんですけれども、我々日本の記事については日本語英語両方増やしてます、報道を。そして日本語スタッフも SBI と一緒に増やしてます。で2009年12月に融合しているわけであります。そして今や300万のユニークユーザーを持っているということで、ブログも持っています。ジャパンリアルタイム丸ごと日本ということで、これはもう本当昨月は400万のページパービューでありました。盛りだくさんの情報が先月特に送られたんで、そして見られております。ダウジョーンズとウォールストリートジャーナルというのはプライムなソースとなって、対外的にもですけれども日本国内でも大いに読まれているわけです。で中国語のものについても400万の人たちがビジターがいたということで、100万の人たちは個人的なデータも話してくれたということであります。つまり中国から考えると多大なる信頼を我が社に寄せてくれているということです。中国のトラフィックも増したんですね。どうしてか、やっぱり日本のニュースが気になったからです。トータルでグローバルなウェブサイトのネットワークはだいたい5200万のユニークビジターっていうのを先月記録いたしました。でここにお集まりの方々は
ある意味でもう本当にあの日本 の, あの組織を代表していい記事を書いておられると思います。当然で私個人としては見回しまして、かなり の, その日本語バージョンのウェブサイトを3.11.5 を見てたんですね。で率直に申し上げて、とっても誇るべき内容であったというふうに思います。皆さんとってもいいお仕事なさっておられます。もう本当に大きなストレスとがかかって責任が大きい時代に立派な仕事をなさっておられます。あと私ダウジョーンズのチームがやったことにも誇りを持っております。オリジナルな取材をすることができたということで、例えば東電ですとかいろいろ特集記事を書くことができました。科学的な根拠に基づいて淡々と書いたんです。別にいたずらに警戒は煽るようなことはやってません。放射線が危ないですとかいたずらには言わないと、そしてもちろんあの被災者の方にもいろいろ焦点を当てました。来年はあの非常に勇敢な方、被災者であったけれども1年後のその後ということで、陸前高田の人たちをその後ということを覚えたいというふうに思います。そして非常に大きなあの関心が世界中で日本に対して高まっているわけです。グローバル化、デジタル化も背景にあります。これによって人間の人生が変わっていると、見通しも国も変わってきたということです。だからニュース組織はこの風潮を決して無視してはいけないと、無視してしまったら未来は暗いということになるんです。グローバル化ということであるので、少し数値を考えてみたいと思います。どのくらい迅速に世界が変容しているのか、育っているのかよくわかります。92年にちょうどブラジルの輸出の 1% 以下が中国に行っておりました。でもこれ今 10% に伸びているんです。さらに92年当時ドル額で言うと、だいたいこの1億ぐらいでも昨年は199億ドルであったということです。つまりあの歴史が始まって以来初めてブラジルの対中輸出はブラジルの対米輸出を抜いたということなんです。というのは157億ドルですから、対米輸出の方はアメリカの方が地理的にも近いにもかかわらずです。ブラジルから見ると、またもちろん強力な国でもあるにもかかわらずです。そして外為の市場規模もとっても大きくなってます。2007年当時推計によるとだいたい 3.2 兆ドルの あの1日あたりの取引高だったんです。それから金融危機がその後ありましたけれども、でも今4兆ドル5兆ドルといったような形で日々為替の取引がされてます。日時ということであります。ちょっと誰が数えるかによって違うんですけど、 UBS スイス銀行によると1日あたりの出来高というのは2020年までに10兆ドルになるというふうに言っています。もうこれも現実味を見ていると。で人民元取引というのはこの直近3ヶ月4ヶ月とても大きくなっている、今後もさらに増大でするであろうと。インドのルピー取引も今後柔軟化するであろう、もっと、取引されるであろうということであります。デジタル化の話なんですけれども、実は369日かかって100万台の iPod があの売れたんです。180日かかって100万のネットブックが売れたと。で昔ホットアイテムということで2009年に流行ってましたけれども、74日かかって100万台の iPhone が売れたということです。 iPad はどうでしたか？28日かかって100万台売れたんです。あの iPad 2からちょっと読んでるんですけれども、私のアンチョコです。もうあの紙は使ってません、メモ取りに。で昨年末までに、まあ今年の初めぐらいにかけて1480万台の iPad が買われているんです。もう今やあの歴史はデジタル化されている、圧縮されているということです。大きな変化です。ということは2つの種類のニュースが価値を持ったということです。まず1つはオリジナルをやってくれるもの、誰よりもあの真似できないもの、そしてコンテキスト的にあの分からないようなもののガイドとしてやってくれるものということであります。でこれを考え
考えると実はあるニュースが出てそれを X 軸と Y 軸で追跡することが可能になったということです。商業的な価値ももちろんついている、社会的な価値もついているということでありますけれども、あの将来 のジャーナリズムを考えるとやっぱりオーディエンスに対してその記事がどのくらい価値があるのかで変わるということで、ウォールストリートジャーナルの読者はあのプロフェッショナルな人が多いんですけれども、例えば中国の管理が独占で言ったとします、例えば今後金利を上げますよと、もしくはジャン・クロード・トリシェ ECB 総裁が手の内を明かして、我が銀行はギリシャ、アイルランド、こうやって救済しますよとか言ったとします。そうすると、こういった発言というのは、もう一瞬のうちに、その独占記事を取った会社にとっては非常に価値がある。でもこの一秒一秒経つごとにその記事の新鮮性、希少価値は失われてしまうということになるわけです。だからコンテクストの中で記事を飲まないと欺瞞だけになってしまうということになるわけで、真実を取り逃してしまうということになる。だからジャーナリストの方は重要なんです。例えば中国のソースが中国の高官であったとして、でもしかしたらこの人は物知りでいい情報を持ってたのかもしれない。でもそれを思わず漏らしてしまうと、結局漏らしてしまったというだけであって失言かもしれないし、コンテクストで捉えないと全体はわからないということで、昭和天皇がご逝去なさる直前に私東京に赴任したんですけれども、今回の危機を契機として、さらにコンテクストがもう一回変わるんじゃないかというふうに思っております。日本以外の国の人たちは日本の方の尊厳の高さに感服しております。大きな悲劇が襲ったにもかかわらず、しかしちょっとユーロも念もあるんですね。というのは国の中にはもしかしたら島国根性ということで、もう一回内向きになってしまうんじゃないかというふうに思います。昔の農耕文化が懐かしいということで、昔ながらの神話に満ちた日本に帰りたい、回帰したいといったように思うかもしれない。そういう誘惑に駆られないでいただきたいと思います。というのは世界は刻々グローバル化して変わっているからです。世界の人たち私が日本に手を差し伸べております。そして日本というのは本当に世界では切っても切り離せない不可欠な大事な存在なんだということを訴えかけているわけです。で、国際化ということで80年代からどんどんブーム化していたけれども、本当に国際化してきたんでしょうか。もしかしたら上辺だけのことだったかもしれないと。で、今後本格的な影響がグローバル化で日本に出てくるはずであります。そして本物のチャンスにも日本にとってなるはずなんです。一つ申し上げたいと思います。終わる前に、私今ヘンリー・キッシンジャーが今度本を出すんですね。英語版ではオンチャイナ、中国についてっていう本なんですけど、今原稿バージョンで出ていて、やっぱり中国に一番詳しいキッシンジャーさんが書いてしかるべき本なんですね。今ゲラズリを読んでるんです。1971年から秘密裏に中国をパキスタン経由で訪問して、電撃訪問して、世界の政治の波が様変わりしたと。そして新たな米中関係を作った張本人です。で、今や現代の世界においてはある程度アメリカと中国の関係で世界が決まると言ってもいいくらいなんです。紛争がベースになるのか、コンセンサスがベースになるのかということで、サミュエル・ハンティントンは言っていました。紛争の方が不可避であろうと。でも私はこれはナンセンスだなと思います。両方の国に住んでいた人は実感しております。基本的な理念にあるような、もしくは神学論争的な意見の違いはないということです。領土をめぐっても紛争はないと。もちろんリソースをめぐって世界で紛争になるかもしれないけれども、でも安定供給があればそれは防げるということです。一番大事なのが安定ということです。安定があれば紛争は起こらないということなんです。で、日本の世界における成長は文化、政治の面で仲介者になることだというふうに思っているんです。今後米中関係が基本的にどういうふうに形づかれているか、それに手を貸せるのが日本だということなんです。ワシントンにおいて政治家を見ていると、中国について前向きなことを言っている人はほとんどいません。
それからまた選ばれてない中国の政治家でアメリカのいいことを言う人はいないと。中国で中国は二国間関係で成り立ってはない。世界は多国間関係で成り立っている。だから日本も十分その中に入ってこれるということです。国内でまず再生を日本はなさるんだと思います。そしてその後対外的な再生をなさるんだと思います。もし日本が内向きになってしまったら世界が否定されてしまうと。せっかくこの効果高く建設的な役割を日本が果たせたであろうだけれども、それに背を向けてしまうということになるわけです。ぜひそういうことがないようにということで、私の話を終わりたいと思います。Thank you very much. At this point in time, we would like to open the floor for questions from the floor. So, we have a microphone over here, so please come forward to the microphone. When you ask a question, please identify yourself and your affiliation before you ask a question. Now, please raise your hand if you have a question. Yes, please.Sasaki of Asahi Newspaper. Thank you very much for this opportunity. Fukushima nuclear reactor number one, that I have a question on that. Japanese government and TEPCO, their communication vis-a-vis foreign media, do you think their communication is adequate enough? Is there any improvement that they can introduce in terms of communicating to external media, foreign media?とても興味深いご質問であると思います。東電の幹部の方、ある程度連絡も取り合っているんですけれども、彼らは十分認識していたというふうに思うんですね。福島原発の状態というのは日本だけの問題ではない。もちろん日本にとっての問題はもちろんなんですけれども、住民にとっても大きな問題なんですけれども、基本的にはこれはもう国際問題であるということは十分分かっておられると思うんですよ。2つの方面で国際問題なんです。まず第一として短期的な放射線の問題があると、放射能の問題、これについて正確な情報を出さなくちゃいけないということがあるわけです。あんまり上官に走らずにクレイジーになってオーバーリアクトして過剰反応して行動しないようにということです。一部それが見られているんですけど、海外では。ですからできるだけ正確に透明性高く情報を発信することが重要なんです。観光客の人が日本に戻りつつあるわけですから、やっぱりそれを考えてもやっぱり重要なことは、日本国外にいる人たちがお寿司を食べても大丈夫っていうふうに思ってもらわなくちゃいけないわけですよね。安全だって。だから日本の企業にとっても日本の国民にとってもやっぱりそういうふうにならないと困るわけです。従業員にとってもそうですよね。やっぱり風評被害があっては困るということなんです。風評被害が行わない場合には事業を得た形で正確な情報を出すということにつきます。それから2番目の認識として、これは東電側も十分分かっていることなんですけれども、グローバルな原子力産業に対して影響を与えるということです。今後原子力エネルギー使うか使わざるかという話です。もう今世界中の人たちがもういろいろ議論をしているわけです。原子力エネルギーがどういう役割を社会で果たすって行くべきかということです。もう議論が本当に沸騰しております。福島に注目が集まってますけど、やっぱり東電はできるだけいろんな知見を出すということが重要であると思います。どこがまずかったのか、どうやったらもっといい改善措置を取ることができたのか、とうとう開示すべきであるというふうに思います。向こう数年間でドイツ、ロシア、またアメリカ等で重要な決断が下されるわけです。今後の原子力どうするかということについて。でその結果というのはもちろんエネルギーの世代にも影響を与えるけれども、この炭素の発生とか環境問題についての議論の行く末も決定してしまう。だから東電の幹部の方、かなり重要な役割を担っている。これ大きな負担ではあるけれども十分認識されていると。そのか質問どうですか。 Any other questions? Next person? はい、どうぞ。 Yes, please. I am Yamanouchi, individual member of the club. I have a minor question, if I may. Standard and Poor's
Regarding the U.S. deficit, U.S. has been downgraded by the rating agency. Do you think other rating agencies will follow suit? Or, as a result of this, Japan, which is intending to issue many more bonds, what would be the rating for Japanese bonds going forward? ダウンジョーンズは決して格付け機関ではございませんのでまだなっておりませんので、いずれにしてもどちらにしても、ということで別に格付けいかがだ国債についてということをお答えできないんですけれども、まあ、S&P が今回のタイミングで決定をしたというのが興味深いなと思います。アメリカ国債ネガティブウォッチに入っちゃったんですけれども、まあ、もちろん懸念があるということが分かったということであり、この5週間6週間もうちょっと長い間、実はより深刻な形で赤字ですとか債務ですとかアメリカにおいて真剣に討議がされてきたんです。10年ぶりぐらいです、こんなに真剣になったのは。大統領委員会が作られてますし、6人からなる委員会も作られている。ライアン下院議員の提案も出ている、プラス大統領の見解も発表されているということです。で、本当に真剣な形で今討議がされているんです。表面的なものではない、中身に突っ込んだ話が実際されている。だからこういったタイミングに S&P が発表をしたということ、興味深いなと思います。だんだんと熱を帯びていたという時に議論自体がこんなタイミングを選んでなんで発表したんだろうなというふうに思ってるんですけれども、もうちょっと常識的なことを考えたら3ヶ月前4ヶ月前にネガティブウォッチを出した方が意味があったんじゃないかというふうに思ってます。でもいろいろ議論が始まっていると、いろいろそのインセンティブもかかっていると、アメリカの政治家ももっと正規責任を持って対応しようとしているわけです。今5ヶ月前でしたらまだそこまで責任を持っていなかったということだったんです。だからマイナスの答えを、同じ質問5ヶ月前にされたらしたと思うんです。今もうちょっと私楽観的に考えているんです。今後の行く末の結果については大きな結果になるということだと思います。問題の根は深いわけですから。次の質問、 Next question。 はい、どうぞ後ろの方。 Yes, the person at the back. Yes.I am Takahata. One author in Japan talked about Pax Romana and Pax Britannica, Pax Americana, comparison between the two, three, I mean. As a result of the comparison, Pax Britannica is not as good as the other two, namely, the older Brits are to be eliminated from the earth. And also,the Brits can live in a very small area, but they are inward looking. Pax Americana is just like Pax Romana. All the living environment is kept, and that living environment, when it is to be destroyed, everything will perish. Everything will be gone under the Pax Americana and Pax Romana. What is your view on this?That is, Britain, America, between the two, it is only the difference whether one is inward looking and the other is outward looking. Maybe there is an isolationist people in the United States. So what I want to know is, inward looking way of bringing the situation under the control or outward looking approach of bringing the situation under control. Maybe this is the distinction we can make between the two approach by saying Pax Britannica or Pax Americana. So what do you see the difference between the two? I'm not really a student of history. 私は歴史専門家ではないので、ただ正直申し上げて、今はもう違った時代に暮らしていると思うんですね。パックスパシフィカが今後来るかもしれないという時代です。で、アジアはグローバル化の中に置かれているということであるわけなんですけど、やっぱり多国間での協力の可能性というのは大きなものがあると思います。多国主義ということになると、ああまたかということで皆さん居眠りなさっちゃうかもしれないんですけど、これちょっと悪用乱用されている言葉だというふうに思うんです。世界は真にグローバルになっていると思います。だからボハオでもあったけれども、ズマさんがサパテラさんの隣に座っていたと、
でサパテロさん、スペイン代表して先進国唯一の代表として会議に出席してたんですね。まあその中ではもう今やスペインは立派な先進国だということになっているんですけれども、まあ疑いもなく、まあ相対的なアメリカの果たす役割は今までに比べてちっちゃくなっているということです。でもそれで内向きになるのか偏京的になるのかということになると、まあある程度ちょっとそれを占う兆候もあるかもしれない。リビアの紛争などについては今までと違ったアメリカのアプローチが見られますけれども、でもやっぱり相対的に他の国が台頭してきているので、それがこの北アジア諸国、韓国、中国、またベトナムも元気ですし、だからまあインドは太平洋諸国とは言えないけれども、そこまで広がっているわけです。ですからこれを見るにつけて、ほとんどの国々っていうのはちゃんと共通の大義っていうのを持っているわけです。まあ、ある島について領有権がどうのこうのと揉めている時もありますけれども、まあ歴史が原因だと、まあいずれ解決できるのかもしれませんけれども、それはさておいて、この神学論争的な、もしくは哲学に踏み込んだような形での大きなこの紛争の種というのは、この太平洋地域にはないというふうに思っているんです。ですからそのイギリス帝国は没落したじゃないかというふうにおっしゃったかもしれません。パックスブリタニカはもう収束してしまったと。でもその代わりに今やパックスパシフィカのポテンシャルは高くなったって申し上げたいと思います。次の質問どうですか。はい、Next question. Yes, please.日本経済新聞の日経、My name is Ito. 先ほど日本政府と東電からの海外への情報発信でありましたが、日本のメディアからの海外への情報発信についてはどのように評価になっているでしょうか。ちょっとこの場で、What is the communication by Japanese media? Maybe you cannot be too frank in front of Japanese journalists, but what is your assessment regarding the quality and content of the communication being made from Japanese media viewed from abroad?私正直申し上げて、日本のジャーナリストの方は各人格をとっても優秀な方です。例外なしに皆さん優秀なんです。超優秀ですから、とてもお答えにくいご質問なんです。正直申し上げて、ウェブサイトを覗いてみました。日経も読みました。読売もとてもいい記事載っていました。朝日もそうです。また日経の日本語版を取り直したぐらいなんです。ちゃんとお金払いましたよ。まあ、まだWSJ の .com お金払って読んでいただけるととっても嬉しいんですけれども、その代わりに、まあ、いずれにしても一般的な印象としましては、ちゃんと皆さん記者の方ベストを尽くしておられるなと思ってます。状況が難しいにもかかわらず、プロとしての仕事をやっているというふうに思います。このような時だからこそ、我々のプロとしての腕前が問われるということじゃないでしょうか。今の世界っていうのはもう本当にウェブ中心の世の中になりました。いろんな意見とか噂とか入り乱れてます。いろんな感情とか浮き交っているわけです。すべてが事実をベースにはしてないわけで、またコンテクストは全く関係なく、いろんなものが入り乱れてます。情報として、だからこそ大きな責任を、特に危機が起こっているからこそジャーナリストは負っているんだと思います。プロのジャーナリストとして、これだから我々はプロなんだというふうなことが証明できるような記事を書いていただきたいと思います。そして社会のためになっていただきたいと思います。私の印象としては、まさにそれを具現されたのが日本のジャーナリストであるっていうふうに思ってます。はい、どうぞ。 Yes, please, the person over there. Sankei Newspaper, my name is Iwata. I have two questions. Firstly, follow-up question to the previous one. Kan administration's crisis management ability regarding this earthquake and nuclear power plants issues, and what is assessment regarding Mr. Kan's administration's crisis management skill so far? And also secondly, Operation Tomodachi has been staged in a large way. As a result of this, maybe there is an influence on Japan-US alliance in terms of Futenma base relocation. What is your view on this?
この2つの質問については私両方ともエキスパートではないので、私としては全ての国をカバーしているんですね。でも明らかに最初の段階においてはちょっとコーディネーションが欠けていたかなというふうに思っています。まあ、東電の方とも話してたんですけど、問題の範囲について規模の大きさについて理解がついていなかったということだと思います。でも菅総理がじりじりとして、まあ、東電について辛抱が切れてしまったと、だから、まあ、どっちかというとあんまり情報が出されていなかったからということで、もし情報があればもっとよく適用できたということだったと思います。まあ、危機が起こって、まあ機会、チャンスという言葉は使いたくはないですけれども、ある程度あの危機というのはある程度チャンスにもなるわけですよね。そして日本の国民、また世界の人たちも、あの危機だからこそリーダーに対して大きな期待を持っているということなんです。で、総理も十分これはよく承知のことだと思うんです。でも私は S&P ではないので、今のあの菅総理に格付けをするなんていうことはできないです。あ、じゃあ今の方の前。The person sitting next to him. あの本当正直申し上げて、実はあの国防大臣と入ってきたんですね。防衛大臣とお会いしてきたんです。そしてあの壁に大きなあの旗、ペンダントが飾っておりました。あのアメリカの軍から出してアメリカの兵士の方たちのサインがついていたものなんです。でそこにちゃんといろいろメッセージが書いてあられまして、寄せ書きのような形で友達作戦どんなに重要かということが書かれていたんです。ですから明らかにアメリカおよびあの日本 の, あのまあ防衛省にとっても、また自衛隊の方々にとっても、あの二国間が友好国なんだという認識が強くあると思います。日本とアメリカが友達だから他の国は除外すると、そういうことではまだないんですね。あの日本にとってはチャンスであるというふうに思います。ここにお集まりの方々も耳になさったことがあると思います。日本はもっと国際化すべきだと、もっと外にどんどん出ていくべきだと、そして影響力を行使すべきだと、経済力はこんなにあるんだからというふうにもう何度も口酸っぱく皆さんおっしゃってましたよね。私もずっと覚えてます。でも一つか二つ、例えば日本とアメリカとその中国の間の橋渡しになろうといったようなことを日本がなさってくだされば意味があるっていうふうに思います。世界における日本の存在感を示すことができるということでありますし、触媒の役割を日本は果たせるからです。もう本当に国際的に重要になってきているので、展開がですから、あの米軍と自衛隊との関係も重要だ。しかしそれだけではない、それ以外のものがいろいろあるということです。はい、じゃあ今の方から2人。 The second person from the previous questioner。Mori of Yomiuri Shimbun. Several years ago in London, I had an opportunity to talk with you in London. I was impressed by the following: not only Tokyo, but also regional cities. You are very familiar with what's happening in Tokyo and in regional cities. You have been to various regions in Japan. So regarding Tohoku hit by a tsunami or earthquake, do you have any personal and special memory of that region? Because we are discussing how we are going to reconstruct and rebuild Tohoku region post-quake. So do you have any opinion how best we can reconstruct the region?And globalization, digitization that you referred to in your speech, in that trend, maybe a region can play a role. What is your opinion? ロバート・トムソンがどういうふうに日本を復興させるかということですか。あのみんながあの説教めいたことを言うので、あのうんざりなさってるんじゃないでしょうか皆さん。 I do have very fond memories of Tohoku. 本当に私いい思い出を持ってるんです。One Saturday I decided to go to Sendai. 突然仙台に行こうって決めたんです。あの北京から離れたいということで、列車に乗ったと、ちょっと夜遅かったんですけど、
for a couple of hours trying to find a hotel. 数時間歩き回って泊まる場所を見つけなくちゃいけなかった。でも仙台よく散歩できてよかったです。で、大震災があって本当にそういったことを思い出しました。仙台は低地にあるし、いろいろ裏道を歩き回ったなということが思い出されました。釜石にも行ったんですね。釜石っていうのは鉄で有名だということで鉄工場ですとか。The damage at Kamaishi. で、釜石でも大きな被害があったということを伺いまして、釜石で会った人たちのことが即私の脳裏に浮かびました。もう本当に親切にしてくれた人たちだったなと思ってたんです。As I understand it, you have a committee which is looking at how to rebuild. 今復興構想会議というのは確かできているわけですよね。で、今後復興を考えるということになっていると思いました。もちろん全く真っさらから始めるということではないと思うんです。第一から始めると。というのはもうすでに人々っていうのはその土地に愛着心を持っているわけですし、昔の過去っていうものがあるわけですが、過去を全部なしにして、抹消してゼロから始めるわけにはいかないということだと思うんです。しかしながら、Given how the world is changing, 世界が今変貌していると、そして人口構成も変わっているということなんです。そして当時の人たちは高齢化層が多いですよね。で、今の世の中でどうやってこういう人たちを再活性化するかということが大きな課題になると思います。単にその過去を再生するだけの投資だけでは済まないということです。過去を取り戻すだけではないと未来を築いていかなくちゃいけないということなんです。だから過去をそのまま踏襲するもう一回作り直すということではない、再生するということではないと、そして未来のことも考えて日本全体から捉えていかなくちゃいけないということだと思います。まあ私にあえて復興どうしましょうとは本当は聞いてくれないんですけれども、もし私の間は何だと言えば、じゃあ最後に25分にはもう完成。 He has to leave at 20 past 1, so one final question, brief one please.日経平田 is my name. Mr. Thompson, you are with the Times of London. At that time, as editor, you increased the readership on the web. And what is the key to that success? Generally speaking, online newspapers, there are several possibilities. For example, it has to be quick in providing news. And also, we have a limited amount of space, so it can be like a magazine. And also,It is interactive. So, on what front did you focus? And also, which aspects can be capitalized on as a journalism going forward? And also, Wall Street Journal online business. What is your plan to expand the online business of Wall Street Journal? Having told you how to run your country, I'll now tell you how to run your industry. 国をどういうふうに運営したらいいかというご質問を受けて、その次にはじゃあマスコミ会社をどうやって運営したらいいかというご質問ですね。今オンラインは新しい段階に入ってきていると思うんです。一時に理由があるんですけれども、数年前でしたら我々としてはかなりアグレッシブに行こうと決断いたしまして、 Google とかそういった人たちのアグリゲーターに対して積極的に打っていこうというふうに思ったんです。というのは彼らがコンテンツを持ってトラフィックを上げますよというふうに言ったんですけれども、公益条件がインターネット上で新聞社にとっては変わってしまったということになったわけです。というのは、すべてのコンテンツは無料であってしかるべしというアイデアが横行していたからです。しかしながら我々はプロのジャーナリストですし、新聞社であると、で、重要な役割を新聞は社会で果たしているわけで、だからなんでわざわざ無料でコンテンツを提供しなくちゃいけないのかというふうに思っていたわけです。で、ウォールストリートジャーナルといたしましても、もちろんいろんなことをやっていた。Google の方もいろいろやり方を変えてきたわけです。まあ我々が対抗してきたからということもあると思いますけど。で、By commodifying content, Google はコンテンツをコモディティ化したんです。つまり、なんか区別がつかなかった、みんなニュースは同じように見えるようになってしまったと。広告もコモディティ化してしまったということです。だから広告のイールドが実は激減してしまったんですね、最近では。
で、Google もこれは十分承知していると。だからもうちょっとコンテンツヒエラーキー的に作りたいと思うようになった。これは我々にとっても良かったこと、皆さんにとっても良い展開であるというふうに思います。それからもう一つ忘れてならないのは、こういったデバイスありますよね。これ iPad 2なんですけど、まだ日本では発売してないんです。すいません。こういうものが出てきたので、もう本当に大きな読む機会というのを与えてくれるわけです。新聞に対してお金払ってもいいって皆さん思ってらっしゃるわけです。我々はもちろん完璧ではないけれども、でもできるだけウェブとこの印刷媒体とは区別したいというふうに思っています。で、大体50万人の人たちがダウンロードしていると。大きな数字ではないかもしれません。読売の発行部数に比べれば。しかしながら、でも悪いスタートではないということです。まあ、いずれにしろ大体17万人の人たちがお金を払っていて、4万人の人たちがこれに対してお金を払ってきているということなので、やっぱり都合はどうやってこのコンテンツをバンドリングするかまとめるかということだと思うんです。つまり一つのプラットフォーム選ばなくちゃいけないというふうにやらせないということです。いろんなプロダクトを同時に提供すると、そして一日いつでもいいから好きな時にアクセスできるようにするということです。新聞の購読者に対しても iPad を例えば無料であげるわけです。これは新聞と同じようなもの。新聞の契約はやめてほしくないからということです。で、今マスメディアということでマスの移動が起こっているということだと思います。歴史始まって以来のことです。いろんなことが変わっている。そういった新しい習慣とかが今形成されつつあるわけです。ですから幅広い選択肢を簡単な形で人々に提供しなくちゃいけないということだと思います。決して難しくしてはいけないということです。いろんな人たち同じ1日でも違った時間にアクセスする人たちがいるわけですから、印刷媒体も含めていろんな形でニュースを提供していきたいと思ってます。Well, thank you so much. Warm round of applause to Mr. Thompson. Thank you.